こんばんは中西ゆりです偉人素顔の履歴書アフタートーク番組収録後に番組の中ではご紹介できなかったエピソードなどを歴史家の各構造先生に YouTube でたっぷりと語っていただくコーナー偉人こぼれ話のお時間ですさあ今回のテーマはこちらです 今回は各先生の質問スペシャルということでこれまでの回も,もう大反響をいただいていましてまだまだたくさんの質問が届いておりますので今回は時間の許すす限り各先生にお答えいいただければと思います、はい、それでは早速皆様おなじみのコーナー題して教えて各先生のお時間です、えー、早速ですが質問をご紹介していきます。 徳島県にお住まいのペンネームつやてぃさんからいただきましたありがとうございますつやてぃさん以外の方からもちょっと同じような質問いただいたんですけど、うん、まあ戦国時代のご馳走や勝負飯は何だったのですか、はい、ね。別の方からは戦国時代合戦中の食事はどのようにしていたのですか、うん、とかあと歴史的に関わる食生活の変化も興味がありますとなるほどね 食、えー、についての歴史を語らせてくれたらちょっとこのコーナーでは持たないぐらいの量はあるんですけれども <laughs>、はい、まあ一般によく言われる勝負ということで言うならば1つ目が打ちあわびですね。で二つ目が勝ちり、はい、そしてあの 昆布ですね。<ー>この3つがあの、えー、合戦の、まあ、これから行くぞという時に備えられるとともに、まあ、食される一つの代表だと言われてますねえでもそんなアワビなんてそんな食べられるんですかみんな、うん。アワビはね、ね、律領性の時代からありりまして、ね、腐りにくいんですよ、うんで。そういう意味もあって結構食べ,され食べられてて<ー>まあ動物性タンパク質といいますかね。 で、栗は栗であの澱粉がありますよね。うん、で、昆布はまあグルタミン酸もありますし。し<ー>ヨードというものもある。あの栄養のバランスを考えてもこの3つなるほどえー、家畜さを祈ってですね食してもおかしくはないと思いますね。うん、で、まあ、その、えー、いろんなその食事があるんですけれどもと考えていただかなきゃいけないのは、当時おいしいという感覚はまずないんですね。 あのえー、割と知られてる話に徳川四天王の一人に井伊直政という人がいるんですけれども、はい、で彼は22歳の時にですね、はい、年が上で50歳の人なんですけれども同じ徳川の家臣なんですが「今日はねうまい料理をご馳走してやるぞ」と呼ばれるんですね。行ったらですねその芋煮を食わされるんですけれども<ー>これがねもうむちゃくちゃなんですよ。 味はあのぬかみそでつけてるんですけれどもそこら中葉っぱそのままでその切り方はむちゃくちゃ何が入ってるか分からんようなものなんですね。うん、で、えー、直政さんそれ食べたらですね一言ですよまずいわけですよね。でまずいとはさすがに言えないので、えー、というような顔をして彼はここで醤油ありませんんかって聞いたんで,す、ね、<laughs> でその一言で周りの人間が一斉にその、えー、非難の目を向けましてね直政に。 なんていうことをこいつは言うんだという,う顔をしたと。<ー>でこの場合のあの所有というのは後の所有ではなしにですね。はい、味噌のを作る過程で出るあのたまりのことを言うんですけれども、<ー>まあ貴重なものであることは確かです。はい、で当時まだその調味料がないんですね。今ほど今は豪華だと思いますけどね。<laughs> 当時は塩そして、えー、酢あ味噌そしてお酒ぐらいしかないですね。はい、だからそういう中でその。 調味料がありませんかと言うたわけですからあのなんてことを言うんだと合戦でね口の中にものが入るというだけでもねありがたいと思わない<ー>で世の中領民の中にはねこういうその芋汁さえその芋にさえそのあの口に入らないやつはいくらでもいるんだと、ね、言葉をねあの気をつけてしゃべれとか怒られるんこに残ったと言われてるんですけども あの戦国時代に美味しいものというのはほとんどなかったと思いますね。うんえー、美味しいという言葉を知らない代わりに彼らが持ってたのはお腹いっぱい食べることですね。で腹いっぱい食べることが当時の戦国時代のその人たちの最高の幸せなんです、ね。味とかではなくてお腹を満たす、はいえー、質よりも量なんですね。うんえー、そこがあの戦国時代の人々の特徴と言えるかもしれませんね。あ,なるほどありがとうございます。 さあ、続いてのご質問です。大阪府にお住まいのペンネームしんちゃん、二十八さんからいただきました。ありがとうございます。 坂本龍馬について、いつも疑問に思っていることがあります。脱藩した一浪人が西郷や木戸とどうして婚姻になれたのでしょうか。運が良かったのでしょうが、それだけで当時の大半、薩摩のナンバーワンと知り合いになれるものなのでしょうかということです。あの坂本龍馬という人は佐久間象山の弟弟子で,ですね。はい、佐久間象山というのは、まあ、おそらく幕末の中でも一二と言われたぐらい頭の切れる人であり。 思想家としても非常にあの最先端を言ってた人なんですね。でこの人の弟子が勝海舟です。で勝海舟の海舟という語、あの人はもともと林太郎というのは通称なんですけれども、海舟というのは海舟章奥というその佐久間章山が書けてた額縁があるわけですね。はい、でそれを見てああいいいい言葉だなとあくださいということをもらってきたという。 その、えー、勝海舟の弟子になるのが坂本龍馬なんですね、はい、坂本龍馬というと一般の人は北進一刀流がどうのこうのという世界に紛れ込むんでしょうけれども佐久間正山の塾に何年何月何日に入ったか全部記録が残ってるんですね彼は学問の最先端をやった人なんです、はい、で、佐久間正山という人は海軍の重要性まで解いた 近代的に、これからどうあるべきか、ということまで解けたんですけれども、いかんせん、海軍の実務についての、なってますか？やり方については、その方法論を持ってなかったわけですね。うん、ところが、その弟子である勝海舟は、長崎海軍練習場で、その海軍を習って、さらにそれを元にして、神戸で海軍練習場を開くということをやるわけですね。 この神戸神戸海軍総連所の横に私塾を作ったんですけれども、この私塾の塾頭になったのが坂本龍馬なんです、ね、はい。したがって坂本龍馬がその、えー、いろんな人間に出会えたというのはこの佐久間象山と勝海舟の人脈からなんですね。うん、特に西郷隆盛については会いたいということで紹介状勝海舟に書いてもらってるんですね。<ー>でどうだったって聞いたら小さく叩けば小さく響き、大きく叩けば大きく響くという言い方をしているんですね。 はああなるほど人を見る目があるなということを言ってるんですけれどもあの学問の世界における人脈それが広がっていって結果的に坂本龍馬という人間を大きくしていくわけなんですけれども、はいえー、北進一刀流の,その漫画の世界小説の世界だけではですねなかなかそこにたどり着けないかもしれませんね。<ー>今も昔もも昔変わりませんけれども求める人脈ののレベルというのは 学問のその高さに比例すると思いますね<ー>、えー。そこのところは一つお考えになるべきだと思います。ありました、はい。では続いてのご質問ですえ。北海道にお住まいのペンネーム青井さんからいただきました。ありがとうございます。 山並圭介さんはどうして脱走に至ったのか推測しかできないけれど土方さんとの確執や怪我の影響があったなどを捜索しかないのでしょうかそして徳川慶喜公は戦争を避けた心情どんな思いだったのか、うん、どうして戦ってくれなかったのか。 うん、そして、勝さんが江戸幕府に寄せる思いと、守りたかったものも勝海舟さん側から感じたいです。やっぱり新選組は邪魔だったんでしょうかという。うんなんか知りませんが、たくさんありますね。盛りたくさんですね。三 <laughs> つ,つのご質問です、ねうん。あの、順番にいきたいと思いますけれども、はい、脱藩したのはおそらく、金日の志があったからだと思うんですけれども。まあ、あの、書き方から見ますと、この方は新選組のファンの方なのかもしれませんけど。<laughs> まあね。 新選組はね小説の世界ではかっこいいんですけどね史実の世界を見るとねよほどその現実と違うんですねえ一度機会があればお話したいと思いますけれどもえ新選組三部作というのを下沢寛という人が残したんですけれども創作作実とと言われててましてねほんんど作り話なんですねそれをもとにして新選組が出来上がってるんですね。 えー、その下沢寛さんの資料を全部買い取って改めて新選組の小説を書かれたのが柴良太郎さんなんなですね<ー>でこの2人は同じ資料を見てるということになるわけですね。したがってその、えー、見てる資料いわゆるその小説に使った話以外のもので見ていきますと長倉新八という新選組の大使が残した記録なんかもあるんですけれどもあの細かく見ていくと違いがよく分かると思いますね。 一つだけ例を挙げてご説明申し上げますと、あの、えー、池田屋というところに、えー、その新選組は、えー、なんて言いますか突撃するわけですけれども、はい、あの沖田総司がですねここで血を吐いて倒れたという話を下沢寛さんは書いてるんですね。はい、ところがあの長倉新八の本を読んでみると、えー、以前からの結核が理由だろうと倒転した倒れたと書いてあるんですね。血を吐いたとは書いてないんですね。 もしこの時に気を吐いたらその後成立する新選組の中で大田創始が活躍でできるわけないんですよ、ね、だから創作ということがどういうふうにされてるかということをやはりその都度確認されるべきだと思いますね。 えー、二つ目は何でしたっか、ねえー、徳川慶喜公がどうして戦争を避けたのか徳川慶喜公はじっとしているだけで次の体制新しい議会制民主主義ができた時議会制が成立した時に議長になるのが決まっているわけですよね、はあ、じっとしていればよかったのについ釣り出されてやったのが戸場伏見の戦いなんですね、はあ だから決して彼は戦ってないわけではなく戦ったんですよで負けてさっさと逃げたわけですねで逃げた後を勝ち返しに後頼むとこうやったわけですねだからあの戦ってないわけではありませんね、えー、そして義信という人は渋沢栄一さんがお金を出してその今まで何を自分がしてきたかということを一生懸命その記録に残したんですけれども大体あの模範回答ですねあこう来たらこう答えるこう来たらこう行くぞと 最初から答えありきのそういうふうなものが慶喜公伝ですね徳川慶喜公伝ではそういう意味ではちょっと資料としして危ないかもしれませんね,あんねただあの一番最初に出た、えー、徳川慶喜公伝の付録の部分は私は非常にあの、えー、貴重価値のあるものだと思ってますけどねというのは、うん、あの広く物事は見られる方がいいと思いますね。うん うわかりました。で、三つ目がですね、勝さんが江戸幕府に寄せる思いと守りたかったものも。うん、勝海修さん側から感じたいということで。なるほど,なるほど、ね。先生といえば勝海修はい。あのー、<話>勝海修という人は非常に困った人で。明治になってから、何でもかんでも俺がやったって、ほらを吹くんですね。そのために、多くの人がその、あの、混乱させられるんですけれども。 まあ、悪女の深情と言います。かね、えー、徳川幕府に対する彼の思いというのは屈折してるわけですね。うん、幼い時に彼は多くを見てるんですね。多く、はい、上がってるんですよ。彼は、うん、でその将軍のその孫とですね。語学用になって多く、うん、で生活してた時期があるんですね。はい、そういう天国を見たかと思うと、えー、その後えー、戻りまして。 えー、それこそ、えー、実際にその方向に上がるぞというと手前で犬にあの男性の大切なところを噛まれてですね地獄を見てるわけですね。はい、で主君と仰ぎたかった語学友もなくなってしまうその後剣術をやりそして西洋流法術をやりやがてそのだからあの御家人に生まれたというけれども身分は低いしお父さんの小吉というのは仕事がないわけですね。 そういう中でその屈折した思いがずっとあるわけですね。<ー>それを自分は実力で上がってきたと。特にあの海軍ですね。海軍の実務者として彼はあの幅を利かせていくわけですけれども、えー、そのことによって対、えー、出世した来たんだけれども幕府に対するその思いというのは非常に複雑なわけですね。うそういうのが勝海舟という人だと思いますね。うんはい 複雑なものを抱えている何かこうまっすぐこう守りたいとかいやもういいとかそういうことじゃないっていう。うん、あのなんて言いますかねあの御家人という恵まれない、えー、貧しい立場に生まれてしかも環境的に誰一人その助けてくれない自分の力ではい上がったというその成り上がりによくあるその思いっていうのが。 ああそういう部分がやっぱり回収はすごく強いですねう分からないことないんですけどね <laughs>、うん、さあ各、えー、先生ご質問以上です。ありがとうございました各、えー、先生の質問は BS11 の番組ホームページから投稿していただきます皆様からのご質問お待ちしていますそして偉人素顔の履歴書は毎週土曜夜8時全国無料放送の BS11 で放送中です 放送では素敵なプレゼントが当たるチャンスもありますのでぜひチェックしてくださいえそして YouTube でお楽しみいただいている偉人こぼれ話も合わせてチェックしてください毎週火曜日配信ですそれではぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いしますではまた次回お会いしましょう